くよです。葵だぜ。ねえ葵ちょっと聞いてよ。昨日は一日オフだったからお友達と映画を見に行ったの。オフって言い方が芸能人みたいで鼻につくな。まあいいか、それで。映画を見た後にね、そのお友達と居酒屋に行ったの。うむ。そしたらね、なんだかちょっとお会計が高いなって思ったんだよね。伝票の内容はちゃんと見たのか？そこまではちゃんと見てないな。なるほど。それでお会計はいくらだったのさ。2時間飲み放題で1万円ぐらいしたんだよね。そりゃなかなか高いな。もしかするとそのお店はぼったくりをしている居酒屋だったのかもしれないな。やっぱり？そんな気はしてたんだよね。料理だってそんなに頼んでなかったし。なんだか居酒屋に行くのがちょっと怖くなっちゃったよ。OK わかった。それじゃ今回はつくよのためにもそんなぼったくり居酒屋を解説しちゃうぜ。さすが葵、お願いします。それじゃまずはぼったくり居酒屋ってなんぞやっていうところから話していくが、つくよはぼったくりって聞くとどんなお店をイメージする？やっぱりキャバクラとか女の子がいる夜のお店がやっていることっていうイメージが強いかも。そう、もともとはそんなお店がお会計として法外な金額をお客さんに請求するもので、ちょっと飲んだだけでも10万円とか20万円の支払いを要求されるものだ。ふむ。だけどぼったくり居酒屋っていうのは、そんなヤバすぎる金額を言ってくるわけじゃなくて、お客さんが普通に払っちゃうようなギリギリのラインでぼったくってくるんだな。私みたいに、あれ？ちょっと高いなみたいな感じになるってこと？そうそう。そしてそんなお店はプチぼったくり居酒屋とも呼ばれていて、最近は繁華街なんかでその数を増やし続けているんだ。そしてそんなお店はつくよが言ったお店のように時間制限付きで飲み放題になっていることが多いんだな。お会計を微妙に高くしているからプチぼったくりと呼ばれているわけね。そうだ。法外な料金を請求されるのであればすぐにぼったくりだと気づくこともできるが、プチぼったくりだとぼったくられたことに気づかない人さえいる。なるほどねー。なんだかせこい商売をしているなっていう感じね。そして微妙にぼったくられてしまったことに気づいた人たちも、これぐらいの金額でお店と揉めるのもめんどくさいからそのまま黙って払ってしまおう、みたいな感じになることがほとんどで、そうなることもぼったくり居酒屋の狙い通りってわけだ。ちょっと料金が高い気もしているけどみんなそのまま払っちゃうってことね。そうだ。でもそんなことしちゃったらリピーターになるお客さんも増えないはずよね。もちろんそうなるな。だからぼったくり居酒屋っていうのはリピート客のことなんて最初から計算しておらず、新規客のみをターゲットにして営業しているんだな。なるほど。だから毎日のようにいろんな人が集まる繁華街でお店をやっているんだね。ああ、そういうことだ。だからお店へのクレームが増えようが全く気にせず、お店の悪い評判が広まって営業を続けることが難しくなっても、お店の名前や場所を変えたりしてまたすぐに新しいお店としてオープンさせちゃうんだ。なんだか強気な感じで怖い話だねー。そしてそんなぼったくり居酒屋のほとんどは、キャッチの人たちを使ってお客さんをお店に集めているんだな。キャッチって、これから居酒屋に行きませんか？みたいな感じで声をかけてくる人のことね。そうそう。若いお兄ちゃんたちがバイトみたいな感じでやってるやつだな。てつくよも昨日はそんなキャッチのお兄ちゃんに声をかけられたんじゃないのか？それで話をしちゃったんだな。そうなの。イケメンだったからついつい。さすが面食いのつくよって感じだな。だってイケメンは正義だし。そんなんじゃまたぼったくり居酒屋に引っかかることになるぞ。はいすみません。でもあれよね、確かキャッチってもう禁止されてるんじゃなかったっけ？だな。条例違反として禁止となっているぜ。ただ厳密に言うとお客さんをお店へ連れて行くことが禁止ではなく、しつこく誘う行為が禁止となっているんだ。でもまあ一般的な認識としてはキャッチの存在そのものが禁止、ということになってはいるな。ふむ。それでぼったくり居酒屋の集客はキャッチを使っているって言ってたけど、それってどれぐらいの割合になるの？ 8 割以上のお客さんがキャッチからのご来店だそうだ。ひえ、そんなに多いんだ。つまり逆に言うとぼったくりをやっているような居酒屋は、キャッチからしかお客さんを集めることができない状況ということだ。もちろん店側としてはそんなことは分かった上で営業してるがな。そんなお店はキャッチを直接雇っているの？いや、直接雇っちゃうとトラブルが起きた時に面倒だから。別の会社が間に挟む形でキャッチを雇っていることが多いという。なんとも用意周到な感じね。キャッチの人ってお客さんをお店に連れて行くと報酬としてお金がもらえるのかしら。そうだ。連れて行ったお客さんがお店で支払った代金のうち、10% から 20% ぐらいがキャッチの人へ報酬として支払われるシステムとなっているそうだ。なるほど。1万円なら2000円、2万円なら4000円ぐらいってことか。
なかなかいい金額になるんだね。声をかけてお店に連れて行くだけだから、うまくいけば短時間で結構な金額も稼げちゃうのだろう。キャッチの人たちってなんだか必死だもんね。報酬が高いっていうのがその理由だったんだね。そしてぼったくり居酒屋っていうのは繁華街のビル内にあることが多く、キャッチ行為をさせる場所は近くの路上やビルのエレベーター前となる。まずは路上でのキャッチだが、これは繁華街を歩いている時に声をかけられたことがある人もきっと多いはずだ。テンション高めな感じでいきなり声をかけてくるよね。そう、そしてそんなキャッチは有名な居酒屋チェーンの名前を出し、僕が案内すれば安くできちゃいますよ、なんてことを最初に言ってきたりもする。有名な居酒屋チェーンのお店がそんなシステムをやってるわけないよね。だな。有名なお店が私服のキャッチにそんな権限を与えるわけがないよねっていう話だ。それでもその話を信じちゃった人たちが食いつくと今度はこう言い出す。ちょっと一回お店の方に確認してみますね。確認っていうのはお店に席が空いているのかどうかってことかしら。そうそう。そしてキャッチは手に持っているタブレットをいじったり電話をかけたりし始める。でもそれらの行動は全てただの一人芝居であり、確認している素振りをしているだけなんだな。そして一人芝居を一通りやったところでこう言い出す。お店に確認してみたんですけど満席みたいですね。いやー困りましたね。あ、それならどうです？他の系列店だったらすぐにご案内できますよ。はい、ゴールってことね。ああ、まさにそれがゴールの一言ってことだ。もちろん系列店なんていうのも全て嘘っぱちで、最初からそのお店に連れて行くことが目的だったんだな。一人芝居までやるってなかなかよね。必死すぎるでしょ。そしてキャッチが多いもう一つの場所のビルのエレベーター前だが、これはそのビルに入っている居酒屋へ行こうとしている人たちに対して声をかけるパターンとなる。そのビルにはキャッチが連れて行こうとしている居酒屋も一緒に入っているってこと？ああ、そういうことだ。つまり他の居酒屋へ行こうとしているお客さんを奪う行為をするっていうことだな。なるほど。そしてキャッチはまずこんな内容のことを言ってきたりもする。あれ、ここのお店に行くんですか？僕はこのビルのお店を任されているんですけど、そのお店は団体さんが貸し切っていて今日は入れませんよ。うわぁ、それも全部が嘘ってことでしょ？そうだ。そしてその後もちろんこう言い出す。他の系列店ならすぐにご案内できますよ。やっぱり系列店へ誘うっていう流れなんですね。つまりそんなやり方がぼったくり居酒屋の中では常套手段となっているわけだ。ってことは系列店に案内しますよって言い出したらもうその時点でかなり怪しいってことよね。だな。ぼったくり居酒屋に連れて行かれてしまう可能性はきっと高くなるだろう。で、そんなキャッチ行為をしているお店って全国にあるの？東京や大阪のような都市部ではキャッチ行為が条例違反になっていることもあり、昔に比べるとその数は減少しているという。だから近年ではキャッチ行為に対する規制があまり厳しくない状況にある。地方の都市や郊外へ出店するぼったくり居酒屋も増えているそうだ。いやーそうなんだ。なんだか怖い話だねー。そんな居酒屋っていうのはぼったくりをする内容に共通点とかもあったりするのかしら。ああ、まずはお通しからぼったくるぜ。お通しといえば席に座ったら自動的に出てくるおつまみみたいなやつで、日本の文化として定着しているものでもある。ふむ、なんていうか席料みたいなものとして世間に浸透しているわよね。だな。そんなお通しは普通の居酒屋であればだいたい300円から400円ぐらいとなっているが、ぼったくり居酒屋だとその値段が500円から700円と、およそ2倍ぐらいの料金設定となっていることが多いんだな。うわぁ、しかもお通しの値段なんて多分みんな把握してないよね。そう、つまりその辺が口ぼったくりと呼ばれている理由ってわけだ。しれっとちょっとだけ割高にしていくっていうな。しかもその出されるお通しもしょぼいものが多く、エビせんべいのようなお菓子だったり全然美味しくない小鉢料理だったりする。エビせんべいで700円とかヤバすぎる。そして居酒屋ではお通しが届いたらまずはドリンクを注文するわけだが、ぼったくり居酒屋はもちろんそのドリンクでもしれっとぼったくる。微妙に値段が高いってこと？そうだ。普通の居酒屋に比べてちょっとだけ高い料金設定にして絶妙なラインでぼったくってくる。例えばチェーン店の居酒屋なんかではビール一杯ってなると500円ぐらいなものだが、ぼったくり居酒屋は一杯600円とか700円になっていたりするんだな。確かに絶妙なラインで攻めてくるわね。お酒に酔っていたりしたらあんまり気にならない感じになっちゃうかもね。ね、絶妙でしょ。そして最初の方でも話したが、ぼったくり居酒屋っていうのは時間制限のある飲み放題システムであることが多く、もう予想できると思うが、もちろんお酒も薄かったりで全然美味しくなかったりする。ふむ、どう考えてもそんな感じになりそうよね。
さらにそれだけじゃなくて姑息なやり方をしてきたりもするんだぜ。姑息なやり方？ああ、時間制限のある飲み放題ってなるとなるべくたくさん飲み物を頼みたいと思うでしょ？そうね。私なんかは絶対に得したいって思うから頑張ってたくさん飲んじゃうタイプだわ。さすがつくよ。でもまあほとんどの人が同じような感じだろう。でもお店からすればたくさん注文されちゃうとそれだけお得ではない。それはわかるでしょ？まあそういうことになるわよね。だからお客さんがテーブルに置かれている注文するためのベルを押したりしても、なかなか店員をその場所に行かせないといったこともするんだな。うわぁ、それで注文の数を減らそうってことか。めちゃくちゃせこいことやってるわね。さらに店員たちはお店の中で忙しそうな素振りをしたりもして、お客さんたちに、まあ忙しそうだからしょうがないか、って思わせる作戦を取ったりもするという。いやぁそこまでやっちゃうんだ。逆にもうなんだかすがすがしさすら感じちゃうわね。あっぱれでしょ。でもそれだけじゃ終わらないぜ。つくよは飲み放題の残り時間があと30分ってなったらどうする？そりゃもちろん最後の勝負よ。どんどん注文して限界まで飲み続けるわ。そう、そんな感じでほとんどのお客さんは最後にたくさん飲み物を注文しようとするわけだ。だけどぼったくり居酒屋はそこでも作戦を決行してくる。げ、まさか注文を取りに来ないってこと？そうだ。しかも普通のお店だったら、ラストオーダーとなりますがご注文はもうよろしいですか？みたいな感じで聞いてくれたりもするでしょ。でもそこはさすがのぼったくり居酒屋、そんな気遣いなどはもちろん皆無で。中には制限時間の終わりをお客さんにも伝えずそのまま延長料金を請求する店まであるという。いやーそうなんだ。もうさすがとしか言いようがないわね。それじゃ今度は料理の話だ。もちろん料理の方もドリンクと同じようにちょっとだけ割高にしてぼったくってくる。チェーン店の安い居酒屋では唐揚げや枝豆など、ちょっとしたものだとだいたい300円から500円ぐらいっていう感じだが、同じようなもの、というかチェーン店なんかよりも全然美味しくないものが500円から700円ぐらいとなっている。また絶妙なラインを攻めてくる感じなのね。出てくる料理もメニューに載っている写真と比べると全然しょぼい感じで、値段は高いわ美味しくないわで何もいいことがない。しかもちょっとだけ料理っぽいメニューになると値段が一気に跳ね上がったりするのもぼったくり居酒屋の特徴なんだ。でもそれでもめちゃくちゃ高いっていうわけじゃないんでしょ？そう、ついつい頼んでしまうようなラインの中で高めのお値段になっていて、そんなやり方をしているのもぼったくり居酒屋の作戦通りってわけだ。本当にうまいこと全体的にメニューを割高にしているっていう感じなんだね。ドリンクや料理の質が良ければもちろん全然 OK な話となるが、すべてのクオリティが見事に低いからアウトな話になるってことだな。ふむ。でもまあドリンクや料理の値段について嘘を言っているわけではないんだろうし、評判が悪くなるってだけでぼったくりと呼べるものではないのかもねー。確かにそうとも言えるな。でもぼったくり居酒屋はメニューの値段を割高にしているだけじゃないんだぜ。え、ってことはいかにもぼったくりなことをやってるの？そうだ。メニューとは関係のないところでお会計の金額を上乗せしてくるんだな。メニューとは関係ないってなんだろ？それは席料、サービス料、週末料など、わけのわからない追加料金を上乗せしてくるというものだ。何よそれ。居酒屋で席料なんて聞いたことないよ。っていうかお通しがその席料みたいなものになってるはずでしょ。だな。でもお通しとは完全に別物として、一人当たり席料を500円取られることがあるんだな。全然意味がわからないんですけど。ひどすぎる話ね。それじゃサービス料っていうのは一体何なの？お会計をするときに合計金額の 10% がサービス料としてさらに追加されるというものだ。はい？ 10% って何よ？何か具体的なサービスを受けたっていうわけでもないんでしょ？もちろんだ。サービス料という名目だけでお店が何かをしてくれたっていう話ではないんだな。話がめちゃくちゃすぎる。それってちゃんとお店のどこかに書かれていることなの？ああ、メニューの端っこにめちゃくちゃ小さく、サービス料として 10% をいただきますって書いてあるぜ。うわぁもうせこい。とにかくやり方がせこすぎるのよ。まだもう一つあるぜ。あとはなんだっけ？週末料だな。そうだそうだ。でもうこの流れで大体わかっちゃったよ。週末だと追加料金が発生するってことね。そうだ。金曜日から日曜日、そして祝日やその前日も、週末として一人当たり500円が追加されることになるんだな。週末はお客さんが入るものでしょ。なんでそんな時にお金を取っちゃうのよ。そりゃぼったくり居酒屋だからな。取れる時になるべく取っちゃおうっていう考え方だろう。でもまあその辺はカラオケ屋さんとかでも同じようなものだけどな。言われてみれば確かにそうね。でも居酒屋で週末料金を取られちゃうなんて想定外すぎるよ。だな。
とまあこんな感じでぼったくり居酒屋では席料、サービス料、週末料という想定外の追加料金が加算されることにもなり、例えば週末に2人で1万円分注文しましたってだけでも、そこから席料、サービス料、週末料としてそれぞれ1000円ずつ、合わせて3000円が追加されることになるんだな。またその追加料金の具合もいやらしいラインよね。でしょ。まあしょうがないかってお客さんに思わせるような絶妙なラインだ。犯罪的な値段にしないところが姑息というかいやらしい感じだよな。そしてぼったくり居酒屋で一番の問題点は一体何なのか。つくよはそれがわかるか？え、一番の問題点、値段が高いことの他にってこと？そうだ。なんだろうな。あ、もしかしてその辺の追加料金について、お店に入る前にキャッチの人から何も聞いていなかったというところかしら。さすがつくよ、大正解だぜ。そう、キャッチの人からは2時間飲み放題で1000円です。何も注文しなければ1000円ぽっきりで飲めちゃいますよ、みたいな感じの説明を受けているだけなんだな。うわぁ、そんなんじゃ話が全然違うじゃんってなるわね。しかも2時間どころか実は1時間で1000円でしたとか。お一人様につき食べ物を2つ必ず注文していただくルールとなります。みたいなことを席に座ってから言われることもあるという。ひどすぎる。そんなのどう考えてもぼったくりの範囲に収まる話でしょ。だな。でもぼったくりっていう言葉で表現するにしてはちょっとマイルドな感じもするでしょ。そうね。だからその感じがいやらしいのよ。まさにプチぼったくりっていう言葉がぴったりな感じだわ。そしてもちろん被害に遭った人の中にはお店抗議する人も少なからずいるわけだ。ふむ。ほとんどの人が泣き寝入りするとはいえ、そんな人が全くいないっていうことはないだろうしね。でもお客さんの方が抗議してもお店はこんなことを言ってくる。メニューに全て書いてありますので、食べておいて今さらそんなことを言われても困ります。いやいやいや、キャッチの人から聞いた内容と話が違うことが大問題なんでしょ。そう、そしてもちろんキャッチを依頼しているのもそのお店であり、キャッチの説明不足も含めてお店の作戦通りってわけだ。怒ったお客さんとかはそのキャッチを呼んでこい、みたいなことを言ったりもするんじゃないの。だな。だけどお店の人間はそんなことを言われても、ちょっと立て込んでいるみたいです、電話をしても繋がりませんね、みたいなことを言って話から逃げようとするんだ。最低すぎる。そしてめちゃくちゃ高い金額になっているわけでもないから、結局は諦めてそのまま言われた金額を支払うことになるんだな。ってことはもうあれよね、お店に入った時点ですでにアウトっていうか、とにかくそんなぼったくり居酒屋に行かないようにするしかないんだろうね。そうだ。しかもそんな感じでお店と揉めても警察は基本何もしてくれない。それにお金を支払った後だと話を変えることが法律的にもとても難しいものとなってしまう。それはお金を支払った時点で合意の上だったとされるからなの？そう、だから現実的な対策としてはとにかくそんなお店に行かないようにすることが一番大事となる。ふむ、ここまで話を聞いた感じだとその答えは割とシンプルな気もするわね。だな。それじゃつくよの方から答えを発表しちゃっていいぜ。あれよね、とにかくキャッチの人についていかないこと、それが一番の対策ってことよね。そうだ。すでに話したようにぼったくり居酒屋における集客のほとんどはキャッチによるものだ。だからキャッチについていくとぼったくり居酒屋に当たる可能性がとても高くなるんだな。ふむ、そういう話になるわよね。それにたとえぼったくりの居酒屋じゃないとしても、キャッチで集客をしているってことはそれだけ人気のないお店ということにもなる。だからキャッチについていくっていうのは、どっちみちろくでもないお店に案内をされる可能性が高いっていうことになるんだな。確かに、人気があればキャッチなんて雇う必要もないだろうしね。あとはぼったくり居酒屋なのかどうかを事前に確認する手段として、Google レビューで口コミや評価を確認するってのがある。ぼったくり居酒屋の場合だと点数が低いものと高いもので極端に分かれているパターンが多く、それはお店側が桜として高評価をつけている結果だったりするんだな。つまり低い評価の方がリアルなものだから点数が極端な感じになっちゃっているわけね。そういうことだ。他にもこれはちょっと一概には言えない話となるが、ぼったくり居酒屋はキャッチが複数の店舗に誘導できるようにと、同じフロアに複数の店舗を構えているパターンが多かったりもするようだ。あ、なんかそんな飲食系のお店が入っているビルってたまにあるわよね。エレベーターから降りたらお店が2つあるみたいな。そうそう。でもまあさっきも言ったがこれは一概には言えない話となる。ただそんな作りになっていたらちょっと注意をする必要があるかもねっていう感じだ。オーケー。頭の隅に入れておくわ。それでもし、ぼったくり居酒屋に反撃したい。ってなったら何かやれることってあるの？
すでに話したようにお店に抗議をしたところでなんやかんやと言われて結局は話から逃げられてしまう。だから有効な反撃方法としては、そのお店が掲載されているグルメサイトなどにクレームを入れることだな。ほほう、グルメサイトですか。例えば実際に出てきたしょぼい料理を写真で撮り、全然メニューの写真と違ったんですけど、とクレームを入れたり、グルメサイトに席料やサービス料、週末料などの記載がなければそこに対してクレームを入れたりだ。そういったことをすればグルメサイト側が掲載停止の対応をしたりと、間接的にお店へダメージを与えることもできるようだ。なるほど。でもやっぱり反撃するっていう話よりもシンプルにキャッチについていかないこと、それが一番になるんだろうね。ああ、間違いないな。それじゃそろそろまとめに行くぜ。OK。というわけで今回は、近年増え続けているぼったくり居酒屋について解説してみたぜ。いやー昨日被害に遭ったばかりだからとても身に染みる話でございました。この動画を見た人たちも今回紹介したようなぼったくり居酒屋にはくれぐれも注意してほしいぜ。お客さんの減少がぼったくり居酒屋なんてものをこの世からなくす一番の方法になるんだろうしね。だな。ってことでこの世からなくすといえば、ちょっと前に、人間が滅ぼした絶滅生物っていうのも紹介してるから。興味のある人はよかったらそっちもチェックしてほしいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。